はい、それでは棒という文字、この文字のですね、かっこいい書き方やっていきたいなと思います。まず最初に気になる部分、悩みの部分が2つ出てくるんじゃないかなと思います。まず単純にこの文字の概要、形取りどういう風に書いたらいいんだっていう、一つの悩みと、もう一つはここですね、ここの部分、方という文字のここのあたりの書き方、処理の仕方をどういう風に書いていったらかっこよく見えるのか、この2つが、まずこの文字を書く上で重要になってくるかなと思うんです。で、まず最初にこの文字をかっこよく書く上で、上の部分、このとという文字ですね、ここの部分がと冠と言います。ここのと冠の部分の、まず最初に出てくるのここですね、ここの部分が横線で書いたらいいのか、あるいは点でこういう風に書いていいのか、どっちで書いたらいいのかっていう問題は、どちらでも OK です。で、今回は横線の書き方でやっていきたいなと思うんですが、まずこの文字なんですね。この文字の書く上で重要になってくるのは、と冠の部分です。と冠の特徴というのは、まあ、横線でも点でもどちらでもいいんですが、何よりもこれ壁が出てくるんですね。壁が、この壁が特徴なんです。で、逆に左側は壁になってるんだけども、右側は空間として空いてきます。なので左は線があり壁になり、こっちは空間として空いているので、こういった文字の特徴というのは、下に何かしら入ってくる場合、これは方というパーツが、文字が入ってきます。この時にこの中に収まりきらないというのが一つのポイントです。だから、例えばこのフォント体、明朝体、まあ、ゴシック体なんかもそうなんですが、だいたいこれこことほぼ揃ってるような形で、この中にすっぽり収まってるんです、この方というこのパーツが。で、これは左側に線があるから、こっちがちょっと窮屈に見えてしまいますので、これをギリギリここぐらいにこういうふうに収めてしまうときつくなりますので、この中に入れ込まなくていいよ、逆にちょっと右側にずらして、このあたりの、このあたりの空間をやや出してあげた方がいいよ、ここの中心を少し、ここを中心そのまま取るのではなく、少し中心をずらすよ、右にずらすよっていうような文字の特徴なんですよ。で、これを見た時に、この文字はと冠があり、この中にすっぽり収まってしまっている。なので、少しこの方というこのパーツをやや右側にずらさなければいけないというような形になってきます。なので、まずこれを見た時に、ちょっとこの中に収まりすぎてしまってるなぁと思います。なので、ここを改善しなければいけないです。なので、少しこれを右側にずらすというのも手なんですが、実はこれを見た時に一番気になるのは、実はこれ、方の場所ではなく、ここのと冠の幅の広さにあります。はい、これ見ていただきたいんですが、まず文字の概要感として、と冠がある文字はこれ、ここの部分をやや右側にずらして、ここよりも少しこういうふうに出てあげていいんです。かといってものすごく右側にずらすわけじゃないんですが、少し右側にずらした感覚、あるいはと冠の中にすっぽり収まりきらなくていいよ、そしてこのあたりの空間少し開けてあげると、壁になるから、こっち窮屈になるから、わざわざこっち側に左に詰めなくてもいいよっていう文字たちなんです。なので、ここ少し出てます、空間開けて、やや右側にこの方をややずらして、少しこう飛び出してるような形で、この時に問題なのはと冠の幅なんです。これを見ると、と冠、これすごく伸びた感じになってしまいます。ところがこれを見ると、ここあんまり伸びた感じがしないんです。ここを伸ばせば伸ばすほど、どん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 これ自体を右に移行せざるを得なくなったり、この横線をやたらに長く書かないと、ここよりも右側に出る、この文字を右側にずらすといったことができなくなるんです。だから、ここの部分で長さをあんまりつけてあげないということが、この文字、特徴かなと思います。だから、ちょっとこういうふうに見ると、あんまり長さが出てないのが、少しわかるかなと思います。そうすることによって、下の部分のこのパーツが少し右にずらす、ほんのちょっとずらすだけで、全然こういう風に、ここの具合が変わって見えるかなという風に思いますし、ちょっと空間が空いてるだけかなと思います。なので、まず文字の概要感として、と冠があるので、壁がある場合はやや下に右側をずらす。ところがこれ、右側にずらすだけだと、この文字だとまずいので、と冠自体の幅をまずカットさせてあげることが必要になってきます。ここからです。ここの部分の書き方になります。ここの書き方が、この文字の一番難しい部分じゃないかなと思うんです。方の字です。単体の方とかもそうなんですけど、ここの書き方難しいです。まず最初にこれ見ていただきたいなと思うんですが、第一画目のこっち側、こっち側の書き方が丸まってしまうと良くないです。ここの部分、くるーんと丸まると良くないので、まずしっかりと角をつけてあげてください。角、
しっかりと一回止まってあげること、しっかり角つけて止まってこういう風に書いてあげることが重要になりますので、ここの部分でいきなりクラーンとこう丸まらないようにさせてあげるっていうのはまずこれ、条件になってきます。一回止まり角つける、これがまず一つ目です。そして次ここです。このパターンが一番多いんじゃないかなと思うんです。ここの部分が上がっていくような形で、角はついてる、角ついてんだけど、ここのまず横線みたいなここの部分ですね、始まりのここで一回上がるっていう方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんです。これ多いんですけれども、上がっちゃうとちょっとこれきつく感じちゃうので、実はここの部分は上がっちゃうと良くないです。角ついてるのはこれなんかで言うと、角ついてるのは OK なんだけど、ここは少しでも上がれば上がるほどどん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 きつくなるので、ここの上がり方要注意なんです。この違いちょっと見ていただきたいなと思います。はい、これ見比べていただくと、ちょっとこれ右肩下がりぐらいの方が実はいい場所なんです。基本的に文字というのは全体的に右上がりを目線作りとしてつけてあげた方がかっこよく見えます。ただですね、この方という部分パーツ、こういったところが出てくると右下がりが許されている数少ないパーツの一つなんです。なのでここの部分ですね、少し右肩下がりで角をつけてから降りる、こうしてあげると、非常にですね、気張らないで見えてくるかなと思うんです。ここの部分が上がれば上がるほどきつく感じますので、少し下げて書いてあげる。はい、ということでこれ見比べてみるとかなりですね、文字の見え方変わってるんじゃないかなと思います。まず最初にトカンムリの幅感、あまり極端に幅を潰すわけではないんですが、ただこれを見るとちょっと細長すぎたので、横の幅を取りすぎているように感じるので、少し幅をカットさせてあげる。あまり長くつけすぎないようにしてあげるっていうのが、まずこれは一つ目のポイントです。その上で次、ここの下の部分ですね、ここです。ここが特にちょっとですね、平行に見えてしまっていたので、ここの部分をちょっと右肩下がりに少しイメージ感つけてあげるだけで、ここの部分の、すんなり感というかですね、ちょっとこう、ほわっとした柔らかさ、自然さが出てくるかなと思います。なので、このあたり、この2つが、ちょっとポイントかなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。